はい、こんにちは、アムです。今日はこちらミエルさんの春夏ウェア、なんと2024年次の春夏ウェアの新作展示会に来ております。後ろにあるのがまずカペルミュール。ミュールの中にはカペルミュールとリオンドカペルミュールっていう2つね、種類があります。カジュアルなラインのカペルミュールのジャージの方です。で、めちゃめちゃ気になるのいっぱいあると思うんですけど、めっちゃ可愛い、すごい色がね目立つ。実はですね、今回じゃじゃーん、アムのおすすめって書いてありますね。このね、いっぱいある中からちょっと先にちらっと見ておすすめ、これはねめっちゃ可愛い、私も次ちょっと目をつけたいというね、目をつけたジャージにこんな感じでタグをつけさせていただいてます。ということで、このねおすすめジャージを一通りね見ていきたいと思います。まずはじゃじゃん、こちら。カラーがめちゃめちゃね可愛いですよね。2色展開で、この色とこのこう細かいチェックみたいな感じのね色とあるんですけど、シアサッカー素材っていう素材で、ちょっとザラザラっとしたあの生地が特徴で、こう肌の張り付きを抑えてくれるので、あのすごい、さらっと着れるのが特徴なシャツジャージとなっています。なるほど、めちゃめちゃ可愛い。なんかちょっと裾広がりっていうではないかな、ちょっとなんか下が広がってる感じで、こうゆるっと着れるねシルエットになっていて、形も可愛いし、前がファスナーなっていて、さっとねシャツの形だけどめっちゃさらっと着れるっていう。これはもちろんサイクリングで着てもいいし、こう通勤とかね、でこう普段自転車通勤でっていう方とかでも着やすいジャージなのかなって思います。後ろポケットがついてて、シャツジャージシリーズは結構出てると思うんですけど、ね、新素材でかなりこう汗かいても乾きやすい素材っていうことなんで、ちょっと派手色もあるし可愛いなっていうことでおすすめです。そして次がこちらです。これもおすすめ貼ってますじゃーん、これめっちゃ可愛い、アウトドアに使えそうな、めっちゃ可愛い色と、びっくりするのが、自転車のウェアっていうファスナー系が多いと思うんですけど、今回ボタンになっています。横にポケットがしっかりついてまして、そのあたりがちょっとサイクリングに使いやすい形になっていますよっていうことで、釣りとかめっちゃ使えそうじゃないですか。この辺にねアルアとかフライとか入れてね、ちょっとハサミとか入れてね、めっちゃ使えそうと思ってね、アウトドアと合わせて、なんか自転車とアウトドアとか、自転車と何かキャンプとかされる方とかでもめっちゃ合わせやすいじゃないかなと思います。素材もねすっごい軽いんですよ、綺麗なね、これシワになりにくい系でしたっけ、なりにくい系素材っていうことで、めっちゃこれもねいいな。これはこれの色とネイビーかなと、実はです、上にねこれも大注目なんですけど、オレンジオレンジめっちゃ可愛い。このタグはねベージュの方につけさせてもらったんですけど、このオレンジの色めっちゃおしゃれですよね。こっちも気になる、ちょっと色もね悩みそうな。ストレッチ撥水ワークシャツってなってますね。 UPF50 プラス UV カットもできる、でスナップボタンを採用した襟付きワークシャツっていうことで、撥水なんですね、釣りに使えますねということでおすすめです。じゃあ下にも実はついてます。下もおすすめ、じゃじゃんはこれはストレッチのハーフパンツです。このシリーズは私ストレッチでパッドが、付け外しパッドが中につくシリーズで、私もあの短いハーフパンツと、こちら今日履いているこちらですね、今日はパッドはつけてないんですけどロングパンツ両方使っていて、めっちゃ便利なのでこれはぜひとも押したいっていうことで、こっちのハーフと実はロングの方にもおすすめ、両方つけさせてもらいました。ブラックとベージュと2色なんですけど、
かなり使い勝手がいいです。こうやって普通にパンツとしても履けるし、本当にフィット感もすごいラインが綺麗に見えて、しかもこう動きやすいのと、あと輪行を結構するんですけど、輪行の時なんかはこの下にもうあのビブを履いちゃって、でこの上からもうこうパンツをね履いちゃえば電車に移動もしやすいっていうので、なんか帰りとかじゃあビブ脱いで帰ってこようっていう時とかでも履きやすいし、結構これは1枚あるとめっちゃ使えるのでおすすめです。で自転車の乗りながら例えば釣りとかいう時とかでもパッドが付け外しできるので、パッドいらなくなったら取ったりとかもできるので、そういうところもねめっちゃいい。このシリーズはね、ちょっとハーフパンツとロングとどっちかっていうと悩むんですけど、どっちも使えます。ハーフの場合は中にパッドつけなくてなんかそのタイツで履くっていうパターンもできるし、このバリエーションも楽しめるラインです。おすすめ。そしてあとどれにつけたっけなどれだ、あ、僕だこれ私がね毎年推しているちょっと大きめシャツシリーズこれもおすすめ。なんと今回はちょっとまた素材も変わって、今年がそのサラッとしたあれ 何生地になるんですか、サラッとした細かい編み目の生地、あれもねすごくね爽やかな涼しくてめっちゃ良かったんですけど、でその前がパイル生地、結構こういうあの大きめサイズで着れるようなシャツ毎年出てるんですが、来年はなんとこんな感じで、また通気性がめちゃめちゃ良さそうな素材です。ドライリブ T シャツって書いてある、多分ドライで吸水吸汗吸水速乾がめっちゃいいはずっていう、こう肌の接地面が少なくなるように、デコボコした生地になっているのが特徴な、T シャツとなっています。なるほどありがとうございます。後ろに磯田さんがいますっていうね、これはねもう本当に、まあ、それこそ輪行含め使えるし、ラフな感じでライドするときとかはもう下にタイツビブ履いちゃって上にさらっとこれ羽織るだけでいけるので、これもめちゃめちゃこういう系もすごく使えます。実はあのお伝えするの忘れてたんですけど、この部分ビブのこの縁に白いこう線があると思うんですけど、これ再起反射の糸をこう入れてラインを出しているので、光が当たるとピカッと光って視認性が上がるという意図になります。なんとちょっと明るいところでは分からなかった、ただの模様じゃないんですねなんです、あの明るいところだと普通のこうあのアクセントのラインに見えるんですけど、これはちょっと暗いところに行ってこう光が当たるとこう再起反射なのでピカッとあの反射して光るような感じになっています。すごい。でこれは白、黒、これも黒もいいですね。そしてなんとグリーングリーンも可愛い、春っぽくてこういう濃い色もいいですよね。カペルのジャージのおすすめはこんな感じです。こんにちは、カペルミュールの磯田と申します。よろしくお願いします。アムちゃん今日はありがとうございます。私のおすすめ以外にもせっかくなので磯田さんのおすすめもちょっと聞きたいなと思って、はい、他にも注目商品ありますか。はい、ありがとうございます。私が気になっている商品をご紹介させていただきます。はい、こちらですね、はい、リネン風コンビジャージというジャージです。リネン風っていうことなんですけれども、こちら素材はポリエステル 100% になっております。リランチェっていうちょっと新しい、素材を使っておりまして、それがあのポリエステル 100% なんだけれども、リネンのような風合いが出る生地で、着た感じもこうサラッとしていて、こうリネンのようなちょっとこうゴツゴツした感じっていうんですかねあるんですけど、こうサラッとあの着心地がいいジャージとなっています。で、まあ、ポリ100なのでお洗濯などもあの全然ガシガシしていただけて、ポリ100なのでシワになりにくいっていうあのいいとこ尽くしな、ジャージとなっております。ポケットもしっかり3つついてますし、素材感がって言ってたけど、なんかちょっとよく見ると色がただのグレーじゃなくて、なんかそうなんリネンだからですかね。あの実はあのこれちょっと色を変えておりまして、あの細かく実は千鳥柄がちょっとザラザラとしたこうデザインが
10万です。あのいい風合いが出てます。おすすめな1枚です。では小物コーナーにやってまいりました。どんどんパフパフ。小物もいっぱいありますね。新しいのもちらほらっていう感じなんですけど、こちらにも実はおすすめマークつけてます。アムのおすすめ、はい、ということでおすすめいくつか見ていきましょう。まずはこのついているこちら、こちらはですねお財布だそうです。パカッとするとマジックテープなんだ。こんな感じでシンプルなカードと側面にこの止水ファスナーのコインケース、あ、なるほど、はい、ついてますので、カードとちょっとした現金を持ち運んでいただくようなシンプルなお財布になっています。はい、ちょっと入る感じになってますね。僕のお店は電子マネー使えたりとかするので、そんなに大きいねお財布じゃなくてもいい方も多いと思うんですけど、なんか結構分厚いかさばるお財布じゃなくて薄いお財布だとバックポケットにすっきり入るので、いや、めちゃめちゃいいなと思ってます。実はですね、生地、防水の生地を使っております。なので雨の日でも、たくさん汗をかいても大丈夫です。バックポケットびしゃびしゃになりがちな方安心してください。大丈夫、防水だそうです。すごい、これはねいいなと。一色グレーですね、使いやすいお色。これはいいなと思っておすすめにしちゃいました。これめっちゃ可愛い。そしていろいろあるんですが、じゃあグローブも毎年めっちゃ可愛いんですけど、この色ブルーファイルのグローブで、夏にはぴったりな素材なんですけど、この色がまためっちゃ可愛い。で4色で、この選んだウェアによって色はっていう感じだと思うんですけど、白とかグレーとかと多分めっちゃ爽やかに合うこのブルー。まあなんかバイクのブルーなんで、ちょっとブルーね目が行きがちなんですけど、バイクと合わせたりするのにもちょっとブルーになってる方はおすすめです。おすすめで4色、これはブラックかな、ブラック、ブラウン、レッド、自分のウェアとかバイクに合わせて選べますよっていうバリエーションと、これは今年も出てたやつかな。色も一緒です。色がちょっとこれ新色になっておりまして、でちなみに生地もコーデュラっていう生地を甲の部分に使っておりますので、ガツガツ使える、グローブになっております。これ先に出ちゃったけど、実はこの後リオンで同じ生地のジャージが出るので、ちょっとそれも合わせてコーディネートする方はこっちもいいですよっていうね、この2つの種類が、こう指切りのグローブは2つの種類が出てます。そして後ろバッグ、かわいい白の、こう今までもこうフロントバッグにもなりつつショルダーバッグにもなるっていうねシリーズめっちゃ好きなんですけど、今までもあったんですけど、この白をちょっとベージュ、ちょっと明るめの色、めっちゃ可愛い。初めてなので、グレーとか黒とかがね今までは出てたんですが、しかもちょっと厚みがある、結構入りそうですね。カメラとか機材入れてもしっかり、形も四角いしっかりした形だし、いいなと思います。これもおすすめ。なんかこの辺にもなんかいろいろつきそうな感じですね。めちゃめちゃ収納力が高そうな白いバッグ、帽子が出ていまして、なんとですねこれおすすめつけさせてもらったんですけど、じゃーん、帽子なんとですね、一見かなりカジュアルな、普通のカジュアルな帽子に見えるんですが、生地が柔らかくてですね、なんとこの上にヘルメットかぶれちゃうんですよ。ちょっとつばがねキュッてなってて、普通の帽子としてもだし、サイクルキャップだとちょっとぴったりしてヘルメットと相性はいいと思うんですけど、じゃなくてちょっとなんかその普通の帽子の中間というか、両方使いますみたいな感じで、これもめちゃめちゃ使いやすそうな感じがします。帽子が必要なシチュエーションがあるときは、これでずっとかぶったままヘルメットこの上にかぶるだけでいいので、めっちゃいいな。これも目をつけてます。はい、っていう感じで小物なんですけど、あと一つ、実はインナーが新しいのが出ております。こちら
おすすめ、これがですね、今までもこのここがメッシュになってて、で袖がこうあって、でつながっててこう UV に、ね、なってるっていうのはあったんですけど、私も着ていてめっちゃ便利なんですよ。あのアームカバーだと調整はしやすいんですけど、ここつながってるとこうずれにくいというか、ある程度もうあの袖ありでいいなっていう時はめちゃめちゃ使えるんですが、なんと今まで黒だったのがホワイトが出ました。素晴らしい。これね、ブラックもめちゃめちゃ使いやすいしいいんですけど、コーディネートとかあと夏とかね、特に暑い時期とかはめっちゃ爽やかにコーディネートも、ま、着た感じも体感も爽やかな感じで着れるので、白はねじゃいいなと狙っております。メッシュの感じも変わりました？変わりました。あのちょっとあの今まで使ってたメッシュと違うので、またその、 あの着心地もあのぜひ体験していただきたいなと思っております。ビヨンのコーナーにやってきました。めっちゃ全部かわいいめっちゃ気になるのいっぱいあるんですが、こっちもおすすめタグをつけてます。まずはですね、じゃじゃん、こちらジャージ上です。白の爽やかでラインがこう、ね、入ったジャージです。かわいい。もうこれはねとにかく柄がかわいいって思ったんですけど、後ろもポケットがついていてこんな感じで、シンプルなね形なのですごくね夏は爽やかに着やすいかなと思っています。こっちネイビー黒、ちょっと濃いめの黒ですね。 D ストライププリントジャージです。一応レディースの別の色もありますよという感じになります。そして次がですね、これジャージ第2弾こちらです。じゃーん、これ素材感がめっちゃ気になりますねポケットの数もめっちゃ気になるんですけど、素材感がコーデュラっていう素材になってます。これがクロスオーバー2、クロスオーバーシリーズは前も出てたと思うんですけど、クロスオーバー2のシリーズになって、接触冷感と、コーピリングとあと耐摩も、強い、とにかく強い生地になってますので、本当にガシガシ、使っていただけるジャージとなっております。で触った感じもなんかね素材感がこれこうちょっと手を当てただけでも分かるんですけど、ストレッチが効いてて柔らかい、なんか今までのジャージと、ね、素材感が違うっていうのが分かるので、これはこう機能性的にもめっちゃ高くて気になるシリーズです。で後ろポケットが柄がこれリフレクターが前面になってるっていうので、もちろん安全面もだし、あとポケットが横にも腕のところにもついていて、脇にもついてて、もうこれでね5個ついてるんですけど、さらに胸にも全部で6個ポケットありますっていうことで、めっちゃ収納できます。パンパンにしすぎるの注意ですね白と黒も、黒って言ってもなんか素材感が違うので、ちょっとコーデュラのところがグレーっぽくて、でこの胸ポケットの生地が黒で、全部黒なんですけどめっちゃおしゃれ。同じ素材のこちらクロスオーバーのトレイルジャージ、なんかリオンでこんな T シャツみたいなジャージ出てるのね初めて見るなっていう、びっくりしたんですけど、これもリオンのシリーズで、同じコーデュラの素材を使ったね上からかぶるタイプの T シャツタイプです。これも胸のポケットついてて、後ろはついてないのか、胸にポケットは胸についているっていう形で、グラベルとかマウンテンバイクとか最近ね楽しんでるサイクリストさんも多いと思うんですけど、ね、さらっと切れてちょっと汗もねかいても汚れてもこう落ちやすいっていうことで、めちゃめちゃこれもいいなと。さっきの2色とこの赤レッドが色であります。あのクロスオーバーの2の方も赤もありますね。限定、あ、これはレディースなんだ。レディースは赤もありますよ。これもめっちゃ可愛いですね、赤も。で、さっきのストライプの方はレディースが、これレディースなんですけど、ストライプはこの2色がレディース限定色だそうで。ということで、マネキン見て気になるのがこちら。こちらもめっちゃ一押しです。これは
ビブタイプかな。ビブタイプと女性用がタイツタイプで、男性用がビブタイプになるみたいなんですけど、これめっちゃ可愛いですよね。このオリーブのカラーで、ポケットもなんとついてて、ポケットがなんかね、ちょっとこれメッシュ素材みたいな感じですかね。素材感が違くて、この今までこのオリーブのカラービブっていうのは出てなかったと思うんですけど、ね、カラービブ新しいね組み合わせがコーディネートさらに楽しめそうで、これめっちゃ楽しみですね。これ後ろポケットがここについてますね。ここにもついてるので、リブの中でも収納力もめっちゃ高いっていう。これがオリーブとネイビーもあります。はい、ネイビーは女性のガゼルで一回出てたかなって思うんですけど、男性のビブは初めてなので、こっちもかっこいいですね。さらにちょっとコーディネート悩みますね。カラービブは新しくて、これはちょっと注目、大注目だと思います。私の方からリオンのおすすめ商品をご紹介します。はい、こちらです。はい、ウィンドベストです。はい、ちょっとこうつるっとした感じの、印象が特徴的ではあるんですけれども、とっても軽くてですね、持ち運びが楽ちんなウィンドベストとなっています。こんな感じで、割とシンプルな作りになっていて、側面にメッシュ素材を使っているので、フィット感を高めるような形になっております。で、これなんとですね、これは折りたたみ、コンパクトにまとめていただくことができまして、内側にこんな感じで収納スペースがありますので、そうなんです、これをぐる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 こんな感じでしまっていただけます。今まではもちろんポケット入るようなサイズ感になるものあったと思うんですけど、何も考えずにクシャッと入れてしまえば OK っていう。ポッケにもバックポケットにも入るし、めっちゃ便利です。くしゃくしゃにできるので、もう本当に楽ちんですね。で、本当に軽いので、それこそツールケースに余裕がある方とかはもうスポット入れていただけるので、めっちゃおすすめです。磯野さんのおすすめでした。ありがとうございます。はい、ということでカペルミュールの2024年の春夏展示会にお邪魔しました。いやね、もう今から予約したいぐらい魅力的な製品がねいっぱいで、と目星をね私もたくさんつけてるんですけど、今回は卸店さん向けの展示会だったので、一般の方は入場できないところに特別に取材をさせていただいたという形になります。これから皆さんも店頭なんかで徐々に見れるかなとは思うんですけど、ちょっと気になるのがあった方は参考に、何にしようかなっていう参考にしてみてください。で、私が着ているねこのジャージも受注販売になるので、直営店さんにもちょっと入るかな、なんか店舗さんによって受注された店舗には置かれる予定のジャージになっています。こちらもね2色あるので、一足お先にちょっと着させていただいて春夏を感じております。参考にしてみてください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。特別に入れさせていただいて、カペルミュールさんありがとうございます。楽しみに私も待ちたいと思います。ではまた次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。